注意しろ。新型だ。でかいぞ。なんだと？何機いる？待て、新型は一機だけのようだ。あとはリックドム家族しかいない。やるぞ。ボールとは、良い子のテレビ漫画、機動戦士ガンダムに登場する、地球連邦軍の簡易モビルスーツだったり、モビルアーマーだったりモビルポットだったりする、いわゆる動く缶オケである。足はついてない。あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。なんと言うべきか、丸書いてちょんで書けそうなプロポーションが素敵な機体。登場時期が、安彦義和氏が体調不良で現場にいなかった時期と重なるためか、現場の負担を減らすために登場したんじゃねえの？なんてよも末な噂もあった岩くつきの機体なんどすえ。ほんとか？そもそもは、地球連邦軍の量産型モビルスーツであるジムの不足を補うため、宇宙用の作業ボットをベースに、ガンタンクと同じ 120mm 低反動キャノン砲を装備して完成を見た。安かろう悪かろうの、ジムの後方支援用の簡易モビルスーツなんどすえ。まあ、見た目はモビルスーツじゃないのだけどね、当時の連邦軍にはモビルスーツ以外の兵器を表現する名称がなかったもんで、便宜上、モビルスーツとして運用されてるってことになってたのよね昔はね。高価なジムに対し、すんげえ安く生産が可能なのが売り。格闘戦のできないボールは敵に肉薄されると脆いため、相棒であるジムと編隊を組んで戦うのが本来のスタイルなんどすえ。短期での戦闘能力はしょぼいものの、編隊を組んでのアウトレンジからの一斉攻撃により、数で劣る敵を圧倒することができたのですよ。パナイネー。まさに、大軍に兵法なしとはこのこと。ボールの大量生産に短期間で成功したことが、地球連邦軍が勝利するきっかけになったのでございます。高価なジムと安価なボールの構成は、ミリタリーに詳しい人なんかは、ハイローミックス構想なんて呼び上がるのだけれどもね、実際には、好き好んで格下の兵器なんか作らねえものだと思うのよん。ちなみに、最近の設定では、ボールの武器は 180mm 低反動キャノン砲に変更されてるのでありんすよ。なんだそれ。デザイン的にも一番現実的かつ実用的で、あり得るデザインだったりするのだけどね。ガンプラブームの頃のが緊張にゃー、それがわかるやつなんて少数派だったもんざいもん。ボール？何これ、投げれるの？なんて本当に投げて遊んだ当時の俺。かまぼこ板に乗せて川に浮かべたり石投げたりしたっけねー。あん頃は、ザクヤグフなどのガンプラよりも人気がなくて、人気のキットを入手できないこの必須アイテムでございやした。なぜだか、マニピュレーターにビームサーベルを持たせて遊ぶのが流行ったこともあったっけ。劇中でも、ビグザムのメガ粒子砲で瞬殺されるわ、ザクに蹴られるわと散々だったものなのよん。でも、悪界同様、いつの頃からか人気が出たのよ。わけわかめ。ザクヤグフのような短期でも人気の機体とは違い、相棒のジムとセットで考えた場合に光る名脇役は、これまでアニメでは脚光を浴びなかった、地味な脇役に目を向けさせるきっかけとなり、それがガンダムらしさみたいな風潮へと変わっていったのでござりますですよ。ちゃんちゃん。なので、今でもジムとセットでジオラマを作るモデラーが多かったりするのだよん。そうだそうだ、クリームそうだ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのボールは、シリーズ114作目のキットとして、2010年9月2300円で発売されたのでございます。キットは、まさかまさかのポリキャップレス仕様のツインセット。同年に発売されたロトも同じ仕様だったものだけど、ボールの場合、旧キットにはスケール違いのキットが2個入ってたりしたもんで、旧キットからのファンはニヤリとしたもんでございます。ニヤリ。ファーストガンダムに登場した機体ではかなり遅めの発売ということもあり、相棒であるジムと一緒に飾りたかったってんで、おっさんモデラーには白紙喝采で迎えられたキットなのですよん。総合的にはかなりの完成度を誇るキットなのだけど、設定重視のためか、アニメ本編よりも小さく感じられるのでござりまする。これは、アニメ本編での大きさがおかしいんで、旧キットではジムに合わせてでかくなってたものなのよん。なので、設定的にはこのキットのサイズで合ってるのは間違いねえ。間違いないのだけれどもね、単に違和感があるだけなのでございますですよ。はい。プロポーションは良くも悪くも超普通。専用のベース付きで、サクサクパチ組みできるんで気分転換にはもってこいだよ、おっかさん。でもねえ、キャノンがなぜかカトキ風だよ。なんだこれ？ 08 小体版のボールについてた、15キャリバーとか呼ばれる二連装キャノン砲もついてるってのに、アニメ版のちまっとしたキャノン砲がついてないのよ。参ったねえ。しかも、意外に ABS のパーツが多いのが困りもの。アームの爪が上下一体成形なんで、物を挟めないのも困ったもんだよ、酒場の姉ちゃん。塗装する場合は、バンダイさんは水性と溶水晶でゲス。さらに、ABS 樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。ときた問題。なんだそれ。ただいま酒が回ってまいりました。そろそろお気をつけんと当て串の活動限界が来ちまいそうでございますですよ、こんちくしょう。定番の楽しみ方としてはだね。まず、キャノン砲を昔の仕様に変更するのは当然の行為なのですよん。ガンダムセンチュリーに出てた、背部のスラスターを水平に稼働可能にする回収も一部で流行ったこともあったやね。あとは、金色に塗ったくって金玉にする回収等、2個連結してビッグキャノンを追加する回収が燃えまする。中に粘土を入れれば、
投げた時に遠くまで飛ばせること受け合いなのだ。こんなオチですまん。